はい、サザエやアワビの貝殻です。サザエアワビの、この貝殻のうちはですね、この真珠層、オーロラのように虹のようにキラキラしてますね。これをですね、この外側を酸で溶かして、キラキラした真珠層を出してみようというものです。こちらは事前に少しトライしたものなんですけどね、外側がこうこの殻の部分が溶けて少しこう見えてるんですけども、ちょっと溶かしすぎちゃって穴開いちゃったんですけどね、これは市販品のものです。ちょっとお土産屋さんで購入したものですね。でこちらはこれもアワビ事前にですね酸で何時間かかけてここまで行ったんですけど、貝殻の主成分は主にカルシウムの塩で、炭酸カルシウムですとかマリン酸カルシウムですとか、で特に炭酸カルシウムの場合は酸を加えると炭酸を発生させてシュワーッと泡の発生が見られます。それをちょっとやってみたいと思います。では、どちらか、こちらサンプルにしてみますね。直接この殻の上にですね、貝殻の上に塩酸を滴下しますけども、シュワーッと泡が発生していきますね。全部はね急には溶け去らないので、時間をかけてゆっくり溶かしていく感じになりますね。でしばらくこれ放置して水洗いをしてはまた塩酸をかける感じになりますね。この辺なんかフジツボがついてたんですけど、それはよく泡出て溶ける感じですね。はい。でこっちのもうすでにですね、何時間かけて、磨いといたものなんですけど、もう少し頑張って塩酸を加えて表層を溶かしてみたいと思います。はい、元気に泡が出てますね。あと流し場でちょっと固めのブラシでゴシゴシすると割と早く表面がきれいになるようです。はい、今ゴシゴシ洗ってきたものです。いわゆる構造色という光沢ですね。別にこのカラフルな色で着色されているわけではなく、そういう色素があるわけではなくて、光が真珠層で反射、屈折反射によって特定の波長を強めたり弱めあったりして、こんなようなカラフルな光が見えるという現象ですね。